今日は4月の、あ、もう桜が舞ってますね。4月7日ですけども、まあ、ちょっと前回もちょろっと言ったんですけど、今日はね、俺の島に遊びに行こうかなと。ハピバラの匠ライフの仕事はお休みしてね、まあ、ちょっとイベントがありますんで、それをやろうかなと思ってますけども、いいね、春ですね。ほんとなんか現実の方もだいぶあったかくなってきましたけども、楽しみだな。桜も咲いてるんじゃないですか、俺の島。よいしょ。おはよう。おはようの時間じゃないけど、こんにちは。はい、4月7日木曜日午後2時57分です。はい、きたー今日はグレオのね、誕生日なんですよ。めっちゃタイミング良かったよな。でもそのグレオがね、参加した後にちゃんと誕生日があったから、良かったよ。おめでとうございます。じゃあちょっと貢ぎ物持って兄貴のとこにお祝いに行きたいと思います。よし、よいしょ。さあ、じゃあちょっと手紙から読んでいきますかね。はいと。お母さんから 2件も来てるけど、え、もうね、雪解けて草木も芽吹き、母ウキウキラッパーがこれ、待っていました春の訪れ、雪解けを見ながら作ったの、母より、ありがとうございます。一応お気に入りしとくか。あ、ミラコ、まあまあ言えてる。レモン、レモンにちょうどいいもん見つけたからもらっておくれ。あ、なんかこれ前もあったね。なんか履物をいつもくれるんだよな。よいしょ。何件ミラコ、お花の便箋ですね。あ、桜だ。レオモンへ。舞い降りた桜ひとひら髪飾る、花のダンスに心も踊る、花粉も待ってます。お母さん花粉症なんだよ実際、リアルの。俺はでも花粉症じゃないんだよね。レオモン君、この間はとっても素敵なお誕生日、あ、そう、一昨日ね、あの4月5日がペーターの誕生日だったんで、まぁ、あ、ちょっと動画にはしてないけど、まぁ、あ、動画に1回あれやったからね、ペーターの誕生日か、あの裏でお祝いしたんですけど、僕すごく気に入っちゃった、大切にするね、君が好きそうなものを見つけたらお返しにと思って送ったよ、気に入るかなペーターより。あのなんかフルーツのパイみたいな美味しそうなやつをね、あの小麦も使えるようになってパイとか焼けるようになったんで、美味しそうなのをあげましたよペーターには。はい、母のキャンドルに迷彩パンツね。はい、でティッシュケースで、ペーターのお返しがタキシードありがとう。じゃあミラコにもらってね、迷彩パンツって、どうこれぐちゃぐちゃな考えうる中で一番合わない2着をくれましたね、ありがとうございます。よし、じゃあ早速グレオの誕生日祝いに行くんで、ちょっと着替えていくか。これ実際あれだけどな、インテリアクサこれでも割といいんだけど、よいしょ、ちょっとね兄貴のところ行くんで、一丁ら着て行きたいと思います。よし、チャキーン。やっぱこのジャケットだね。龍が如くで見たことあるぞこのジャケット。いいね。ちょっと髪型はね、あえてそのままにしたんですけど。だから表の顔は不動産営業だけど、裏の顔はこれな、実は本職だから。なんか、だからリアルだな、不動産。不動産っていうのがまたリアルですけどね。よし。さあ、じゃあちょっと行きますかね。プレゼント持ってな。よいしょ。さあ。じゃあちょっとプレゼントを、今ねここで DIY で作ろうと思うんですけど、よいしょ、何あげようかいろいろ考えたんですけど、やっぱね兄貴に持っていくものって言ったらね、やっぱこの上納金しのぎをやっぱ渡さなきゃいけないんで、これ99,000ベルかける3、つまり約30万円でお札の山っていうね、こういうのが作れるみたいなんで、ちょっとこれをね作ってこれを渡そうと思います。いやいや、お札の山ができたこれどんな感じなのこれ、ちょっと置いてみたい、お札の山。よいしょ、こんな感じなこれいいな、しかもこのお札の山をラッピングペーパーに包むから、もちろん黒いラッピングペーパーに包みますから、これ黒いお金、間違えた気を取り直してね間違えて DIY 作業台包んじゃったんで、リセットしましたけど、包むで黒いラッピングペーパーでこの黒いお金をね包んでこれもおそらく悪い土地転がして稼いだお金でしょうからね、黒いお金を包んで。
さあ、じゃあちょっとグレオのねお家まで行きたいと思いますよ。あ、ちょっと春になったからここら辺も綺麗ですね。これね、あ、みやびがいますけどもね、生えますね、みやびのお家が。またこの辺の畑も、あ、ペーターが、あ、なんかお水あげてる春になってこれね、野菜もなんかね本当になってる。あ、すごい、めっちゃめっちゃ畑仕事してるんだけど、ペーターがかわいい。ほんでなんかその服着てるし、半袖で、今日あったかいからね、なんとなく君に会えるような気がしてる。だってちょっとお話していこうか、ペーター。うん、あ、本当かわいい。ペーターともなんか一段と仲良くなった感じがするな。もしかして聞こえちゃってた、会話中だったか。かわいらしいペーター。さあ、じゃあちょっとグレオンチ行きますか。誰が来てるかね。よいしょ、お祝いに射程がもう一人来てるんじゃないですか。うん、マジかミラーコ、嬉しい昔の馴染みだからな、ミラーコは。もちろん知ってるよ。来た来た来た、あ、すごいニコニコだ、みんなが姉さん、姉さん来てましたね。すげえな、ほんと駐車場でパーティーしてっけど。さあ、ミラコ、嬉しい、めっちゃ嬉しいな、ミラコが来てんの。今日はグレーゴ塩くんの誕生日だ。ダチの後ろで目いっぱい盛り上げていこうじゃないか。ダメ、高校時代からのダチだからな。グレーゴ嬉しそうにしてると、なんかこっちまでにやげちまうよ。俺は中学の頃からの連れの設定でやってる。いいねグレーゴ、なんかあれだね、今日いつもあのアロハシャツだけど、このそれが一丁羅なんだ、グレーゴ。いいね、ボス感出てる。ちょっと俺気合い入れすぎちゃったかしら、大丈夫かな。いや、でもなんかこのパリッとしたスーツ着てんのもちょっとなんかリアルだな、いいですねちょっとどうしよう、プレゼント渡しちゃう早速。グレオ、うん、嬉しいな、これでまた一段とグレオとも仲良くなれるんじゃないですか。うん、もちろん持ってきましたよ、もちろん。手ぶらで来るわけにはいきませんからね、兄貴の誕生日に。これをどうぞお納めくださいその顔中身知ってるとその顔がちょっといやらしいな、やっぱ一段とお札の山、これはすげえぞ、30万だからな。うん大切に使わせてもらうぜ。何買うんだろうな、グレオ、この30万で。いやいや、うん、よかった、喜んでくれていい顔してんな、なミラコ、よかったね。ずっと友達だ、俺、うちらずっともだからな。な、何十年経ってもバースデーパーティー楽しんでるか。グレオにも喜んでもらって、頑張って準備したかいがあった。いいですね、うん、ミラコの誕生日もな盛大にやったしな大丈夫かこれ、怒られねえの、こんな駐車場にガーランドめっちゃ貼っつけてっけど、怒られねえかこれ、大丈夫かな、グレオ、うん、かわいいな、グレオ。これでグレオもね、なんかあれだな、俺の島のこうなんていうのかな、正式な仲間入りって感じだな。あー、かっこいい、いい顔するね、決まってるで、スーツ。今日の俺どうも、昨日のおじは一味違うと思わないか。グレオ何歳ぐらいだろうな、どこかって、それはおめえ40は言ってそうだけど、これほら、この爪のツヤとかまつげの先の方とかどこにあんだよ、ひずめはあるかもしんねえけど聞こえた今、なんか低い声で歌ってたね、ふん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 、うん、もう慣れちゃったけどなんかグレオがこの帽子かぶってんのかわいいな、また一段とグレオみたいなやつがかぶってからこそかわいいな。なんだって今日は俺の誕生日パーティーなんだからよ、嬉しそう、歌歌っちゃってお前が一番楽しんでるな、俺とおめえの仲だろ、旧友だからな俺たちは。ちょっとじゃあ写真撮っちゃおうかな、いいじゃない、ねえ、俺完全に完全に俺ぼやけてたけど今、かっこいいね、このなんか駐車場にソファー置いてある感じとか、ちょっとあのねハピパラで作ったアジトっぽくていいっすね。いやでもほんとタイミング良かったな、これでねもう俺の島の子たち全員誕生日パーティーができましたね。最後の一人がねタイミングよく4月で良かったけども、
今日くらい俺だってハメ外しちゃっていいよ。いや、ガキの頃に戻ったみたいだぜ。かわいいな、これケーキ食うんかな、グレオ。実は甘いもの好きだったりするのかな、グレオ。いや、よかったよかった。もうこの目にも慣れたな。最初はやべえと思ったけど、なんかもう可愛く見えるもん、普通に。もはや、うん、よかったな、ほんとマジミラコが来てくれたの最高だったな。ダムーン。ミラコはこの後ろに星があって、グレオは後ろに傷があるのもなんかいいな、お揃いみたいで。いいです。おさいおさい呼びてえぐらいだな、ここにな。ねえ、グレオ、じゃあそろそろ帰るけど使ってな、お札の山。お札の山は部屋に飾ってくれんのかな。すごいことになりそうだけども、いいしょ。じゃあほんじゃまたな、グレオ。楽しんだな今日は一日。帰っちまうのか、ちょっと寂しそうにしてるの、かわいい。今日はおめえのおかげで楽しい誕生日が過ごす。よかったよかった。うん、こちらこそな、万年。いや、なんか一段とグレオとな仲良くなれた気がしますね。よかったよかった、よいしょ。さあさあ、さてさて、誕生日パーティーも終わったことですし、ペーターは何してんのかな。どうしよう、あれだな、4月になって、そう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 、あれよ、魚ラスト1匹いたでしょ。あれね、4月らしいんですよ、ここ空いてるの。なんでここを取りたい。あと海の幸、ここも1個空いてんだよね。ちょっとこれをついにね、完成させたいと思ってるんで、ちょっと釣りでもしようかね。あ、みやび、みやび何してんの。あ、なんかコーヒー持ってるテイクアウトしたの、みやび。それ話に来たよ。うん、風って花びらを散らしちゃいますけど、すごく気持ちいいですね。お菓子ねえ、この桜がね、桜吹雪が待ってていいですね。もう散る頃なのかな、そしたら。綺麗だな、お花見したいね、みやび。お花見行かない、みやび。コーヒー持ってさ、文房具が大好きで眺めてるだけでときめいちゃうね。わかる、その気持ち。なんか最近の文房具とかなんかすげえ進化しててワクワクするよな。たった一本の鉛筆が効くで文房具好きに。あ、そうなんだ。なんか思い出、誰かにゆかりがあるとかそういうんじゃなくて、もうその鉛筆そのものに惚れ込んだんだ、みやび。いいね、みやび。今度じゃあ文房具プレゼントしちゃおうかな。よいしょ。さあ、みんなとお話ししながらちょっと釣りをしたいんだけども、お、ちっちゃいのがいますね。ちょっと釣ってみるか。ラスト1匹あるんじゃないの、これ。よいしょ、きた。うお、びっくりした。久しぶりに釣りしたから。あ、これは金魚か、惜しいな。ちょっとラスト1匹この池で出るっぽいんすよね。お、ちっちゃい、ちっちゃいよ。そろそろ来るだろう、さすがに来る、さすがに。よし、こ、来い、頼む、もう出ていい。来たんじゃないのこれ、よっしゃん、これはメダカを釣り上げた。まだ小学生だな、やがましいわ。俺の格好を見てそんなことが言えるのか。んってことは、うおっしゃー、まさかのラストがメダカ。釣って取る魚たち全部釣り上げた、やったー、嬉しい。いや、すごい、最後がメダカとか、なんか8月ぐらいまでいたんだけど取り逃してたみたいで、最後がメダカとかわらとか思ってたんですけど、めちゃくちゃ時間かかったと。まず池しか出ないからさ、池でかつ魚影が一番小さいやつが出て、さらにその中で三択が行われるから、見てくれこれ、1,2,3,4,5,6,7,8 連敗した。金魚かオタマジャクシかメダカなんだけど、その一番ちっちゃい魚影が8連敗したからな、3択で。でちょっとでかいとザリガニ釣れちゃうし、なんかあれ、これいけるかなと思ったらザリガニだし。いや、大変だった。メダカやりました、見せびらかす。ラスト1匹だぞこれ。いや、でもなんか苦労してよかったかもしれん、これね。最後が最後がメダカだとちょっとなんかカッコつかないかなと思ったけど、メダカは皆さんレアです、すごく。でもなんか攻略サイトだと全然レアじゃないって書いてあったんですけど、全然釣れなかったな。
やったやった、コンプしれた、これ嬉しい。ちょっとこの勢いであれだね、素潜りもやってラスト1匹海の幸も取っちゃいますか。よいしょ泳ぐぜヤクザがよ。これんなんかすごい泡の形、これ早くない、早くない、なんか見たことない泡の形してるもん。もう泡で判別できる俺。早いでしょお前、お前絶対早いよな、早いな、早いな。これはあるかもしれん、ちょっと待てよ、一回上がって、これはあるかもしれんぞ。ラス1、ちょっと、ちょっと思わせぶりな態度取るなこいつ。ゆっくり近づいて、ゆっくり近づいて、なんか二重で出てんの泡が。ほい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 、来い、これそのままいけるでしょ。よし来た、どうだ、ドハハハ、高足ガニだ、すげえな、やばでか、足長い。んってことは、おっしゃー、素潜りで取れる海の幸全部取ったやばい、速攻取れた、一匹目タカアシガニ速攻で取れました。あ、どこ行った、え、あ、びっくりした、いなくなったかと思う。タカアシガニ、メダカ、メダカあんなに苦労したのによ、30分以上かかったのメダカ、タカアシガニ速攻で取れた、やった、嬉しい。あ、ジョニーが倒れてる、やったぜー、これで海の幸もコンプですね。あと美術品だけだな、これ全部コンプ、生き物はもうこれで全部コンプしました。やったぜこれ、タカアシガニ、あ、3月もいたのか、ラッキーだったな、速攻で取れた。ちょっと待ってよ、マイルが更新されたんじゃない、来た、海の幸博士への歩みだって。海の底にはまだまだ知らない生き物の高さが潜んでいるんだな。もじゃーんと、海辺のダーリン&ハニー、これでコンプリートですね。いいですね。魚のコンプは、あー来た、魚博士になろう、生き物図鑑の魚のページを埋めて魚図鑑を完成させてほしいだな。もじゃーん、80匹一本釣りの名人なんか嬉しいわ、名実ともに釣りマスターになったな。ちょ、これタカアシガニすごいね、ちょっと飾ってみるか、はい直でそのままモンスターじゃんよこれ、なあ、これゴジラゴジラとかと戦わせていいレベルのモンスターだろこれ、すごいなこれ怖いんだけど、ちょっと記念写真撮るか、よいしょ、いいですねこれでかっ、いやでも実際マジでかいもんな、水族館行くと結構いますよねタカアシガニね、いいな、ちょっともっと欲しいな、あ、イチゴいるじゃん、イチゴ本当にそこ好きね、あ、てか桜が咲いてるね、綺麗綺麗綺麗、よいしょ、ちょっとイチゴにタカアシガニ自慢しちゃおうかな、イチゴこれ見てくれ、じゃーんでけえだろこれ、いちご好きそう、いる高橋がね、家に飾るかな高橋がね、ちょっとおしゃべりしようや、うん、こんにちはー、じゃあ世間話でも、うん、まだまだいけるぞ何も言ってねえけど、なんか今までやってたみたいな感じだけど、トレーニングでもしてたのかな、うん、どうした脱いだらすごい系のボディがモテるってよく言うけど、うん、うん、言いますよね。そうかい。いつでも脱ぎやすいようにそんな服着てんのかな。よし、見本で見せたらおいら服脱いじゃうぞ。また腹筋割れてます。あ、そうなの？一人で好きなだけ喋って勝手に解散されたな。いちご、今日も元気そうでよかった。ちょっとみんなとおしゃべりしようかな。もうコンプリートできたしね。ペンタは、あ、ペンタうちにいる、あ、いないね、あ、そういえばここら辺も春になって、おー、いいじゃんいいじゃん、あ、いいね、お庭感出ましたね、ね、冬の間に作ったからさ、ここは真っ白だったんだけど、かわいいな、え、めっちゃかわいいじゃん、ね、綺麗綺麗、いいですね、鮮やかになりましたね、よいしょ、誉れ城は今日も輝いてますね、誉れうちにいる、いないか、あ、いた、うちにちょっと入ってみよう、よいしょ、あ、お前、ね、料理作ってるの、着替えが置いてありますね、あ、なんかいつもの服
いつものてか一番最初の服着てるわ。珍しい。よっしゃ、レモン君、見てのとおり今ちょうど用意してるところだ。なんかいい、似合うね、ホマレが料理してんの趣味がモコミチ感あるわ。なんか趣味で料理してるんだみたいな、かっこいい。かぼちゃのスコーンデザートだった。急にかぼちゃのスコーンの気分になっちゃってさ、これ好き。以上、サンキュー。まあ、料理中だからあれだな、ちょっとラフな格好してるのかな。いつものね、貴族の服だとね、汚れたら困っちゃうから。よいしょ、ありがとう。かぼちゃのスコーンは俺は知ってんのかな。あ、もう知ってるか。結構料理のレシピも増えたからね。ちょっとお話しようよ、ホマレ。うん、そう、ホマレともっとお話し、ホマレと話すの楽しいからな。ちゃんとバレちゃったかな、俺の裏の顔。僕も音楽をやってた頃は即バンド経験者、バンドじゃないかもな。なんかアルトサックスとか吹いてそうだな、お前は。ちょっともっと喋ろうよ。うん、やばい、お前この後何かされるのだろうか。お前よく言えたな、こんな格好のやつ似合ってるな。料理しに、みんないつもミックスベジタブルを炒めてる。かぼちゃかな、かぼちゃを炒めて柔らかくしてるのかもしれない。以上、ちょっとみんなとお話をして回ろうかな。今日はなんか、今日は仕事じゃないからなんかゆっくりできるわ、すごく。あ、ブロッコリーくん何してんの。あ、なんだ、あ、ダンベルかなんか持ってんのちっちゃくてわかんねえや。ダンベルしてんの。うん、もう夕方か、早いね。あ、もう4時、あ、4時44分、4時44分のこと多くない、なんか動画の中で。おしゃべりしよう。うん、どうした、なんだ、悩みを抱えてる。お兄さんこんなやつに悩み相談していいのかちょっと不安だが、実はご飯の後のデザートに何を食べるか決められなくて。あら、あ、いいな、カスタードパイ、プリンアラボードだって。かぼちゃのスコーンはどう、レシピあげようか。発想がどっちも食べちゃえばいいんだかわいい。本当にそんないっぱいね食べてると思えないね、うらやましいね。太らないのかしら、ブロッコリーくん育ち盛りかな。フララ、フララ、お話しようや、フララ。なんか今日みんなさ、あれだね、最初の服着てるの子が多いね。ちょうど履いたいなって思ってたの。ダメ、かわいい、フララガトー甘いもののことでみんな頭いっぱいじゃない。今度ガトーショコラがめっちゃ美味しくて困ってるの、今度半分こして食べよう。ダミンだって最高じゃないカップル気分になっちゃうな、これ。嬉しい、やっぱフララとも明らかに仲良くなってるな。これ好きな人の部屋で音楽が流れてるとしたらどんなジャンルの音楽だと思う。ダミン、あ、急になんか心理テスト始まった。ロック、ポップス、クラシック流れてくる、あんまないんじゃない、ロック。でも大体はポップスなんじゃないの。うん、ポップスを選んだ人は2人で楽しい時間を過ごしたいって思ってくれてるような気がするのこれはフララが作った心理テスト。うん、あ、ほんと、あたりのポップスがいいな。2人の大好きな曲を流して一緒に歌ったり踊りたい。ダミ、何、かわいいじゃないフララ、最近これな、なんだかなんだか意識しちゃうなフララのこと。ねえ、よいしょ、あ、ペンタがその服好きだな、ペンタ。この間なんかベースボールシャツあげたのに、やっぱユニフォームが着たいのか。よいしょ、ペンタそういうわけじゃないけども、お話しよう。うん、どんな服が好きなんだ。うん、こんな服だな。どう、似合ってる。俺は断然筋肉にぴったりフィットの、あ、そうな、俺はそのリアルレオモンさんはラフな服が好きだから、ぴったりフィットの服はあまり着ないですね。ここ数年ビッグシルエットが流行ってて嬉しいわ。だいたいああいうの着てるわ俺も。お前美人だなって何よ、デカめのスウェットとかも好きすぎてめちゃくちゃ持ってる。色違いとかめちゃくちゃ可愛い。俺らの筋肉をより引き立ててくれる服に巡り合うまでここに通い続けるぞ。ダペ、いいですね。何買うのかしら。あ、てかちょっと待って、やばいの売ってるなちょっと待ってこれセットアップ売ってんじゃん、パイソン柄のスラックス売ってるんだけど、これ買っちゃおう、これねえ、これ着ちゃおうぜ、これパイソン柄のスラックス。
じゃあいいの売ってたなこれ。どうペンタ、え、ペンタ何なんか見てるこれもしかして。キツネのお面キツネのお面欲しいの、買ってあげようかこれ、キツネのお面めっちゃ見てる。ちょっとキツネのお面じゃ貼ってあげよう。え、これかぶれんのかな、キツネのお面って。俺はかぶったら普通にねこうなるけどちょっと待ってな、これペンタかぶれんのかな。よいしょ、ちょっとあさみさんとお話ししようっと。うん、あ、すごい世間話、この頃は桜の花びらが舞っていてほんまに綺麗ですねなんで桜って、ちょっと関西人ぶったのか今俺は。昔はよくお花見に行ったりしたもんですけど、最近はめっきり時間ができたら来たいわー。だってかわいい、あさみさん、あ、タペストリーな、お母ちゃんの形見な。あさみさんね、デザインハピパラですげえ使うからさ、ちょいちょい通って。じゃあこれ多分全部もらったんだな、今日デザインくれなかったね。めちゃくちゃこれすげえ使えるんだよな、実際これいろんなものに貼れるから。だいぶ増えました、ありがとうあさみさん。パターンいっぱい。よいしょ、ペンタのあれだな、お面あげるかこれいらない、これすぐつけてくれんのかな、つけらんないかもしんないけど。おい、キツネのお面すごい欲しがってたから、うん、ちょうど欲しかったでしょこれ。あ、マジでつけられるんだ、じゃーんあ、上につけるんだ、かわいいじゃん、こういう感じ。オイラ好きなんだめちゃくちゃだけどね、野球のユニフォーム着てネクタイ付きワイシャツありがとう、これは表の顔の時に着させてもらうよ。じゃあこれからね、夏だしちょうどいいんじゃないの、いいじゃないですか。ちょっとなんかおしゃれな感じですね。これを着て出社しちゃおうかな、クールビズでいいじゃんペンタ似合ってる、かわいいよペンタ気に入ってんのかな。ちょっとキヌちゃんともお話して、うん、ありがとうなキヌちゃんいつも。よいしょ、じゃあまたね。いや、いいの買えた、いいパン使えたわこれ。さあどうしよっかな。あとはオパールさんがいないね、リゾートに行っちゃったのかしら、オパールさんは。あ、いた、オパールさん、ジャージ着て運動中かな、美容のために運動してそう。オパールさん、ご機嫌いかがかしら、お話しよう。うん、島の暮らしは時の流れがゆったりなので、ちゃんと計画的に行動しないとすぐに一日が破っちゃう。あら、そうなんだ。あのね、こうやって時間を気にしてるオパールさんに、あの安らぎのひとときのリゾートをね作ってあげたのいいな。あっちではね、時間を気にせずに過ごしてほしい、ぜひ。なんか聞かせて、うん、こういう天気の日なら必ず思い出すことがあるのよ。うん、うん、子供の頃大雨が続いたことがあって、ほうほう、あれはさ、目を覚ますとようやく雨が止んでいたの。大喜びの私が外に出てみたものは、あ、いいね、雨上がりの空にかかる大きな虹、いいじゃない、なんか素敵な思い出聞かせてもらった、いいね。この間のあのハピバラのね、パールさんのリゾートの回の、あの一番最後にパシャパシャパシャって写真撮る時にさ、あれ用にさ、外で写真撮りに行ったんですけど、編集してる時にすげえ綺麗に虹がかかっててさ、めっちゃ綺麗だったな。あれも喜んでくれただろうな、おこわるさん。その時にも思い出したかもしれない。さて、夜も更けてきましたが、博物館に行ってみようと思いますよ。結構仕入れてまして、光の名画かな、で価値のある名画に、力強い名画に、いい名画で、彫刻がこれ、馴染みのある彫刻ね、でそして、高橋ガニをこれをね、一番高橋ガニが一番インパクトあるわけだけど、この辺でもあれだね、あのミリーちゃんのね、家作った時とかだいぶもう絵画見たけども、いいよ、この辺もね、多分本物だと思うけどね、ちょっと一気に寄贈しようかなと思いますよ。よいしょ、さあ増えたー。